こんにちは、こんばんは。キズのあかりです。今回もバトルフィールド5のコンクエストで遊んでいきますよ。今回遊んでいくマップはオペレーションアンダーグラウンドになります。こちらを衛星兵の姿勢1型を使って遊んでいきますぞ。そして私のゴールデンウィークはカレンダー通りです。皆さんはどんな感じかな。連休は短めですが、3日からしばらく旅行に行ってまいりますよ。皆様、無事に帰還することを祈っておいてくださいと報告をいたしましたが、この動画の編集が間に合うのかは謎なのです。何はともあれ、しばらくは音信不通ですが、よろしくお願いしますね。では、今回も一緒に遊んでくれているのはフレンドさんのユキさんになります。皆さん、よろしくお願いしますね。よろしく頼むぞ。先ほどやられた階段まで戻ってきましたぞ。まだ敵さんが残っていましたね。そして危ない対人地雷も見えましたといったところですが、綺麗に味方さんが引っ掛けていきましたが、あら、階段の下にも対人地雷があったなんて。解除してくれた味方さんに感謝です。あれ、さっきの敵さんはどこだったかな。あ、いたいた、ここでしたか。おはよう。蘇生して上も見てみますか。敵かと思ったらやられた人でしたね。それでは少し飛びます。飛んだ先は僕の宝くじ、わちゃわちゃ感半端ないです。よくわからないうちに敵さんを2人倒して突破した模様です。敵さんもいないようなので蘇生と。おはよう。倒されたので、さっきとは逆の方からやってきました。よくわからない状態ですが、さっきのところより熱い感じがしますね。危険そうなので一旦落ち着きましょう。スーハー、再度突入です。おっと、敵さんを通り越していたぞ。なんか美味しい展開にびっくりです。さすがに女性の勇気がありません。ごめんなさい。まさかの固定 MG34 でした。よく見てますね。そして私は今日の試合、こちら側が熱いと実感しました。脳筋的には引っ込むでしょう。突破できた時の達成感は半端ないです。さあ、僕の中に隠れてる悪い子はどこかな。奥にも見えますね。あ、リロード入る。いや、危ないところでした。ギリギリリロードも間に合いましたね。くそ、でもこっち側の戦いが楽しくてやめられないよ。わーお、今回もたくさんいますね。いすぎて全然狙い撃ちできなかった。奥に一つの人が逃げていったのを見逃しません。私の後ろからもつけてきてたみたいです。今回は右側から来てますぞ。そう、前に嫌なものが見えます。無事に退避できましたね。では行きます。やっほー。ダイナマイト投げてたのが運の尽きでしたね。向こうに抜けてる人がいるのか。いたいた、他にもいますかね。と言いつつも先に行きたいのであった。でももう相手のチケットがありませんで、珍しく嫌いなオペレーションアンダーグラウンドも楽しかった気がします。といったところで今日の試合も終わりとなりました。最後までのご視聴ありがとうございました。